うんこ英単語2000大学入試。今回の持ち込み禁止品の中でうんこも含まれますが、どういうことだ。目印に虹とうんこを置いておきますね。そうだからガイドポーストとか難しすぎちゃうわけで。取り出ることにできるようになりたい。始まりました、森田チャンネル。さあ、今回はですね、まあ、なんとも物議を醸し出しそうなやつですが、まあ、視聴者の方々からリクエストがあったので、はい、見ていきます。うんこ英単語2000大学入試。ついに登場、大学受験の最終兵器。そうなの?と、うんこ英単語1500という、こちらをレビューしていきたいと思いますね。はい。で、まあね、このチャンネル見てる人は大学入試がほとんどだと思いますので、まずこちらから行きたいと思いますが、で、こっちも気になるな。で、まず、そう、2000なんだから、まあターゲット1900みたいなもんなんですよ。下のレベルからレベルの高いものまで乗ってるかなっていう感じです。そんなスーパーレベルが高いってものでもないんだけど、後ろの方は結構レベルの高い単語も乗ってます、実際。で、当然ですね、はい。まあこのシリーズっていうのは、すべての例文が、うんこになってるっていうのが、まあ特徴な本ですので、はい、すべてそうなっております。そう、だから昨日の動画が実はこれ伏線になってたって気づきました。誰も気づいてないですね。はい。全然伸びないからサムネも変えちゃったし。じゃあ具体的にね、公開されてるやつもひどいよね。表記についてっていうのがあるんだけどさ、まあこれ出しておきますか。ね、うんこは英語でプープなどと言いますが、この本ではこうと表記しています。うんこは深さ名詞として扱っています。まずはうんこを使って表記。いくつか確認しておきましょう。do うんこ。do うんこ in one's pants. ね。a piece of うんこ two pieces of うんこという形ですね。はい。こういう形になってて、実際のね、例文見てみましょうか。section 1. はい、seem. ね。it seems John still has something he wants to say about うんこ。言いたいことがあるってなんだ?いいか。a single piece of うんこ can sometimes cause a big revolution.レボリューションを起こすんですか?たった一つのこう大きな革命を起こすこともある。マジ?機内の持ち込み禁止品の中にうんこも含まれますか?どういうことだ ?Is unko included among the items prohibited from carrying on the plane?、ね、この prohibit の方が難しい単語ですね。prohibit from ing。そうね。これがね、実は、まあ、特に中学校版の方の問題点だと思うんですけど、例文がね、難しくなっちゃうんだよね。どういうこと?どうしてもこの単語を使わなきゃいけないわけじゃないですか。だからその単語にどうしても繋げなきゃいけない。そうなると、やっぱり簡単な表現だけで表すことって難しくなっちゃうわけですよ。それがちょっと問題かなと思いましたね。ただ大学受験の方は別に難しい単語出てきてもいいと思うので、まあいいかなと。Individuals with a large amount of うんこ are not allowed to board. 大量のうんこ持ってるお客様はご登場できる。大量関係ないだろう。量関係ないわ。政府はこの物体うんこであるとみなす方針のようだ。Apparently, ようだね。これも重要な表現ですね。The government considers this substance うんこですね。はい。consider が、はい。第5文型取ってますね。うんこを使った新しいファッションを提案します。We suggest a new fashion using うんこ。この機械を作動させるには膨大な量のうんこが必要です。どんな機械だ?A vast amount of うんこ is required to power this machine. あ、動詞のパワーね。で、だから今言ったことが、中学生版だとこんな感じになってるんですよ。野菜、トマトとかって書いてる。うんこ and tomatoes fell from the sky. 空からうんことトマトが降ってくるかい。で、次、あ、キャロット、キャロって書いてあるね。へぇ、カタカナもこだわってんでしょうね。I leave a carrot and うんこ as a guidepost. 目印に虹とうんこ置いておきますね。そう、だからガイドポーストとか難しすぎちゃうわけですよ。こういうのが出てきちゃってるっていうのがちょっと問題かなと思った。The potato って書いてあって、which do you prefer for a souvenir? A potato or うんこ?スベニアの方が圧倒的に難しいじゃないですか、ポテイトよりも。だからちょっとその辺が問題かなと思った。例文がレベルが高いっていうのもなんですけど、下品だけどレベルが高いっていうのにちょっとなっちゃってるかなと思った。で、高校生版は今見たように、日本語の文があって、その後、それに合ったのを赤シートで隠して入れられるようにしてるって感じですね。で、逆に日本語を出したい人は日本語の方を隠してやるっていう感じだと思います。Amazon の方にね、音声がないとかって書いてあったんですけど、いや、音声がないことは、ないです。音声はあるんですよ。ただ、例文の音声がない。この例文読んでほしいのにさ。どうなってんのってですね、実際行くと、fail. みたいな感じで、単語だけ読まれるんですよ。
そこじゃないじゃんみたいなね。みんなが見たいのはさ、例文の方じゃない、そっちの方が見たいじゃないって思うんですよね。そこがちょっとね、残念ですね。せっかく面白い例文なのに、そっちの方はないのかって思ってね。いろんなね、マークも実はついてて、英検にも対応してて、英検ではこれは準2級レベルですよとか、これは2級レベルですよみたいな印がついてる。で、発音アクセントとか書いてあったりとか、いろんなね、説明も載ってたりとか、ちゃんと単語帳としては成り立ってますよ。普通に見やすいし、使いやすいと思います。だから、あの例文を OK とするかしないかによると思いますね。例文の音声が欲しいな。中学生版は、この音声動画の方が、もっとふざけてます。マジでふざけてる。普通の音声もあるんですよ。普通の音声もあるんだけど、ふざけたバージョンもあるんですよ。なんだふざけたバージョンってって思うかもしれないですが、マジでふざけてます。例えば、どれから言いましょうか。文房具やりましょうか。文房具で、こんな感じなんですよ。こんな、なんでこんな読み方っていう風に、ふざけた読み方でずっと読んでいくんですよ。で、さらにこの季節のやつとかね。これもふざけてる。なんでこの泣きそうな顔で。October。なんで ?November。って感じですね。なんかね、もうすんげえふざけて読む。で、このね、数のやつとかもさ、もうめちゃめちゃふざけすぎててさ、もうもはや何て言ってるかわかんないんで、これね。すごいっすよ。聞き取れたらすごい。なんで疲れてんの、はは。20から100まで読んだんですよ。みたいなね。いや、これ何のためになるんだよ、ね、っていう風に、めちゃめちゃふざけてます。まあ別に自分自身はそのふざけるの好きな方ですから、大丈夫ですけど、まあどう思うかですね、皆様が。普通の単語、超だし、普通の出る単語は載っていますが、例文がめちゃめちゃふざけてるというですね。では、どういう本なのかのね、説明をちょっと読んでいきたいと思います。全例文でうんこの使用に成功。どういうことだ、成功。英語学習は単調になりがちで長続きさせるのが難しいものです。この問題を克服させるべく本書では全ての例文にうんこという言葉を使用することに成功しました。成功しましたつか、もう一回やったんでしょう。立ちたようなうんこ例文を読みながら楽しく効率的に単語を身につけることができます。入試問題を徹底的に分析して2000語を選定。過去5年分の全国の入試問題を徹底的に分析して入試に品質の単語を研究しました。大学受験のためだけでなく、英検対策やセファール、A2 から B2 レベルの実用的な英語力をつけるためにも役立つ重要な単語を激戦し、2000語を収録しています。実践的な例文では全くないですけどね。豊富な情報を掲載。単語の意味だけでなく、関連語や入試に品質の表現、単語に関する一言アドバイスなどの情報を豊富に掲載しました。本書で何度も学習することが確かな英語力を身につけることができます。なるほどね。作者の名前、著者の名前は出ておりませんね。何者が作ったんでしょう、これ。で、ちゃんとしてるから、確かに本の内容はね、何者が作ったのかなとすごい思いますね。発音記号とかも載ってるしね、いろいろちゃんとしてるんですよ。どうなんですか？昔さ、萌え断っていうのがあった時もさ、なんかボケみたいな感じだったけど、今もう全然売ってないですよね。あ、多分売ってないね。絶版ですね。2003年に発売されてるんだ、萌え断っていうので、いろんなシリーズが出たんですよ、萌え断って。で、これが出た時に、まあ今だとこれなんか可愛い女の子となんか漫画の絵みたいなのは参考書に載ってるじゃないですか。多分それの走りぐらいだったのかな。でその後にさ、春日のやつとか出たもんね、英単語とかで。それで萌え断っていうのが結構こう話題になったんだけどな。新装版とか3とか出てる。新装版が2005年に出てて、3が2006年に出てる。全部絶版なんだ。今でも覚えてます。衝撃的なシーンというか、今でも、覚えてる場面があって、書店で浪人生だったか高校生だったかが 3,4 人でこう集まってて、じゃんけんで負けたやつがこの萌え断買うのよなで、じゃんけんで萌え断を買うのが罰ゲームになってたのを見たことがあるんで、なんかそれは、あ、この本って罰ゲームにされるんだ、誰が買うんだろうって思いましたけどね。そのだからアマゾンとかオンラインで買う人はいっぱいいるんじゃないかなと思ったんですけど、リアル書店だと売れないんじゃないのかなってちょっと思ってたんですけど、そんな場面を目撃したことが昔ありましたね。萌え断 DS とかも出てる。思ったよりいろんなの出てます。はい、どうですか、皆様の単語帳のイメージといったらそういうのあったりしますか？なんかこういう単語帳を使ってましたみたいな思い出あったらぜひコメント欄でお聞かせください。はい、どうなんのかなこれ。まあ、YouTube 的におすすめに上げてくれなさそうな動画ですけど、とりあえずリクエストがあったので出してみました。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。